今日は徳島が勝ち点23、そして柏が勝ち点24、その差はわずかに1。試合の結果次第では順位の入れ替えも予想されるという今日のゲームです。スピードに乗る右サイドにはクリスティアーノ、その前を行きました。ここでホセアが収めて、もう一度瀬川へ、ファーサイドからクリスティアーノ、ここうまく左サイド出たところ、ディフェンスを引きつけて最後、まあ、シュートは合わなかったですけどね、まあ、この期間も新型コロナウイルスの影響で入国が遅れまして、まあ、夏場に入ってからの合流となったわけなんですけども、非常にねここ数節安定したプレー、おっとこれミスになる、瀬川が拾って、瀬川シュート狙ってきた、一瞬の隙をつきました柏。38分、瀬川またしてもこのナルトでゴールを決めました。まあ、徳島の、まあ、ミスではありますけど、やはりここで決めきる瀬川の、どうでしょう、集団の真ん中あたりですかね、ゴールに今一番近い位置にいます。転がしてきた、岸本が受けてクロスくる、一味狙ってきた、非常にデザインされたプレーです。あのサイドに出る岸本がワンタッチでそのまま入れましたから、柏のディフェンスもこのボールに対して対応できなかったですよね。やはりボールを動かすためには横パスというのは非常に大事な部分にはなってきますけど、さあ前から行って奪った、豊島からクリスティアーノ、クリスティアーノ浮かせて瀬川のシュート、神彦とここは足に当てます。ここも高い位置で奪いに行く柏、ヒシャルジソンから豊島、うん、中に入れてクリスティアーノ裏を狙って、細谷が来る、細谷のシュート、わずかに右、いや細谷決めたかったですね。クリスティアーノのこのパスの選択ですよね、素晴らしい、右左サイド、まあ、柏から右サイドですけど、まあ、体の向きは右サイドなんですけどね、上福本触ってますね、触ってますね、わずかに軌道変わってボール1個分外、いや大きなプレーですね、はい、柿田は今ファーサイド、ぐっと伸びてきてニアのカカを狙う、このこぼれ球小西が拾い直してジエゴへ、小西に戻してフリー、大きく曲げてくるチャンス、逆サイド滑り込んだ、さあ押し込んだ、岸本のシュートはキムスンギュ、ここの小西のボールも鋭いボールですよね、あのファーサイドのところ、今日もチームを救いました、すごいですね、この至近距離の中できっちりとポジションを取る、この後もきっちりと反応してますからね、キムスンギュ素晴らしい、徳島としてはもう時間がありません。いやクリスティアーノうまかったですね。そして今柏の勝利を告げる笛が吹かれました。Like, subscribe, push notification. Like, subscribe, push notification.